道路交通情報は篠崎さんでした。そうですか、篠崎さんもオリンピックを見て寝不足ということで、あのドライバーの皆さんで、ね、寝不足での運転は危険ですから、ぜひお気をつけください。あの篠崎さんも寝不足はお肌によくありませんからね、ぜひ篠崎さんもお気をつけいただければと思います。オリンピックといえばですね、今やインターネットで見れる時代になりましたね。五輪 .jp というですねサイトで見れますから、ぜひチェックしてみてください。ライブでですね放送している競技の様子も見れますし、試合後のね選手のインタビューとか、そういったものもですねこのサイトで見れるようになっているので、あのぜひねインターネットつながる方は見ていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。レディオイルミネートがお届けするフィールエクスプレス、さてここからは流行に流されず今心に響いている人や物をご紹介するフィールグッズのコーナーです。案内人は井上陽水は傘がないと言っていましたが、僕の家にはテレビがない、 MC 通りです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介するのはアベマ TV、 株式会社サイバーエージェントと株式会社テレビ朝日の共同出資により2015年4月に設立した株式会社アベマ TV が放送するインターネットテレビでございます。ね、先ほどもお伝えしましたが、僕の家にはテレビがないということでですね、まあ、家で何してんのとよく言われるんですけれども、今まではですねあのインターネットで動画とかね、あの YouTube とかありますし、まあ、そういったのを見たりとかしてましたし、あのビデオオンデマンドって言いまして、月額の定額制でですね映画やドラマが見放題の、あの有名どころでいうところのですね、あの Netflix とか Hulu とか、ああいったのを利用して、まあ、ドラマ見たり映画見たりとか、まあ、そういったことをずっとしてたんですね。で、じゃあそういったビデオオンデマンドだったりとかっていうのと、このアベマ TV っていうのはじゃあどう違うかというとですね、アベマ TV 無料でございます。やりました。皆さん、アベマ TV はですね、なんと無料なんですね。ただしそのビデオオンデマンドとちょっと違うのはですね、 Netflix とか Hulu っていうのは自分の見たい時に、まあ、見たいものをですね再生ボタンをポチッと押してですね見ることができてたんですけれども、この ABEMA TV っていうのはですね、簡単に言ってしまうとほとんどですねテレビと一緒なんですね。テレビ放送と一緒で、何時から何時まではこの番組がやってますと、で次の何時から何時にはこの番組がやってますっていう風に決まっていまして、あのそこ再生ボタンを押したらその今流れているものが見れるという状況でございます。なのでビデオオンデマンドとはちょっと違って、今までのテレビがですねそのままインターネットにやってきたというような感じで考えてもらうと分かりやすいんじゃないかなと思うんですね。ただあのこれアベマ TV もですね一応有料プランというのがあるみたいなので、有料会員になれば見たいものを見たい時に再生することもできる、ビデオオンデマンド方式でね見ることもできるということで、まあ、そういった方法を取りたいなということは有料会員でね、登録して見ていただければいいんじゃないかなと思っております。でじゃあこのアベマ TV ではどんな番組がねあの流れてるんですかっていうところになっていくんですけれども、内容としてはですねアベマニュースと言いまして、ニュース番組、テレビ朝日と一緒にやってますからですね、テレビ朝日の、あのモーニングショーっていうんですかね、ワイドショーっていうんですか、ああいったものもちょっと流れたりとか、まあ普通のニュース番組そのまま流れたりとかしてるみたいなんですね。でそれ以外にもアベマ TV のですねオリジナルのレギュラー放送の番組があったりとか、スペシャル番組があったりとか、他にもアニメチャンネル、ドキュメンタリーチャンネル、ペットチャンネルとかですね、麻雀、釣り、まあバラエティ、まあ、そういったものがですね放送されているような感じなんですね。で特にですね注目していきたいのがですね、あのスペースシャワーとか MTV とかもあるんですけれども、音楽番組、ビデオクリップとかね、そういったものそのままも見れますが、ビデオオンデマンドですね、 Netflix とか Hulu とか利用してた時に思ってたんですけど、スポーツ見たいなーってずっと思ってたんですよね。それがなんとこの ABEMA TV にはあるんです。スポーツチャンネルがあるんです、ムームっていう感じなんですけれども、いや本当にですねスポーツチャンネルはありまして、でその中でも特に大注目、新日本プロレスが見れます。ニュージャパンプロレスリングです。はい、新日本プロレスの試合ですね、あの第一試合から最終試合までを両国大会とか東京ドーム大会とかあるんですけど、これを全部そのまま解説付きでですね見ることができる、これによってですね僕はもう新日本プロレスにドハマりしてしまいました。
はい、でこのスポーツチャンネルでそういったスポーツね見れたりするんです。サッカーの試合もね見れたりするんですけれども、それとは別にもう一つおすすめのチャンネルがありまして、それは何かと言いますと格闘技チャンネルっていうのがあるんですね。格闘チャンネルっていうんですかね、がありまして、ここではですね昔ねテレビとかで見られた方も多かったんじゃないかなと思うんですが、 K1 とかですね、あとはシュートボクシングの試合とか、あとは有名なところで言うとアメリカの総合格闘技 UFC っていうのがあるんですけれども、これがですねここで見れるんですね。でしかもこの UFC っていうのはですね、本国アメリカとかではペイパービュー方式になっているので、一番組いくらとかお金を払って見るような番組なんですけれども、それがですね、まあ、なぜかアベマ TV ではですね無料で見れてしまうということでですね、これまたですねこの総合格闘技 UFC も非常に面白いんですね。なのでこのアベマ TV を通して私情報を仕入れてきてるんですけれども、そういったものをですねまたこのフィールグッドのコーナーでお伝えしていきたいなと思いますので、今後ですねこの新日本プロレスだったりとか UFC の情報もねフィールグッドのコーナーでご案内していきたいなと思いますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。もう無料でね見れますから、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。アベマ TV ですよ、アベマ TV、 アメーバ TV じゃなくてアベマ TV です。ということで今回フィールグッドのコーナーでお届けしたのはアベマ TV でした。続いてはですねお天気情報、原田さん明日のお天気どうなってんの？